ヒルトン沖縄瀬底リゾートにやってきました。チェックインを済ませてお部屋へ向かいます。広いじゃない。すごい広い。広いね。なんかベッドめっちゃ大きいし。この前のあのダブルツリーぐらいの大きさ。いいとこじゃない。いいですね。隠れる場所いいね、これでも。すごいね。うん、それでは一緒にお部屋を見て回りましょう。まず右出し、金庫です。セキュリティ。セキュリティ。これただの空。これも空。おお。何これ床だじゃない。すごいね、ハンガーめっちゃ良さ。それはあの冬布団でとかじゃない。あ、そうか。後でお話しします。こちら、こちら、こちら、じゃじゃん、じゃじゃん。なんか寂しいね、ここな。でもコーヒーマシンがございます。ありがとうございます。ここは冷蔵庫のヒルト、もちろん空でございます。空でございます。はい、では閉めまして、ここがグラスが入ってる。なんてことでしょう。ちょっと高級チックなグラス。ここも入ってるワイングラスから。すごい。でここは何でしょう。部外のコップでジュース飲まなくていい。ホットと氷入れるやつやな。なるほど。部があります。そしてここら。ここですよ。これトイレ口。普通のトイレ、はい、トイレを使いませんね。こちらに帰ってきて、ヘルスメーターついてる。下にヘルスメーター、うん、普通じゃない。そうなの、ついてるところがいいな。レザー、はい、クッシー、コットンセット、シャワーキャップ、歯ブラシ2セット、はい、お気に入りの石鹸もございます。電気のつくミラーまで。つくのこれ。つきます。あ、これか。おお。そしてタオルがあります。そしてヘルスメーター。今日の体重測ってください。シャワーは。滝のエスタイマー。レンジャーシャワーでございます。こちらから一部開けます。うわあ、カッカやんちゃん。左右についてるからすごいね。で、あそこもほら見て、あのバルコニーがあるんだね。チャタンみたいになってるのと、あとあそこが水筒。ああ、水筒ね。うん、すごい。外に散歩に行くことにしました。館内の設備などについては以前の動画でも紹介していますので、そちらをぜひご覧ください。こちらが前オープンしていなかった室内プールです。そして右に出るとスパやジム、コインランドリーへと行くことができます。今回はまっすぐ左側に進んで、プールの方から
海へと向かいたいと思います。綺麗に生えてるね。あそこまだ内装ができてないんだって。あ、そうなの？聞いたら外観はもうほぼ工事完了してるけど、これから内装にかかるんやって。だから、ね、秋口に、うん、秋口にオープンするんだって。っていうか、なんか見てん、あれ上の方しか開けてないな。椅子あれへんよ。うん、ヒルトン沖縄瀬底リゾート、歩いていくことのできるビーチ、瀬底ビーチがあります。那覇空港から車で90分、白砂が続いた透明度が沖縄でもトップクラスの天然ビーチになっています。遊泳期間は駐車場1000円かかります。トイレや更衣室、シャワーやレンタルカウンター、ビーチパーラーなどもあり、7月8月9月は9時から17時半まで楽しむことができます。ホテル宿泊者が瀬底ビーチで楽しんだ後は、この左手にあるシャワーで砂を洗い流すことができます。この階段を降りた右手に見えてきたのが瀬底ビーチです。サラサラやな、砂、ね、すげえ、ほらいいわ。海の水もきれいね。
お天気のいい日にここに来て、夕日が沈むのをのんびり波音を聞きながら過ごすのもいいかもしれません。それではホテルの方へ戻っていきたいと思います。セソコビーチだけを利用する人でもホテルのレストランを利用することができるようです。水着のままでも利用でき、テイクアウトもできるということで、このステーキ丼ちょっと気になったりもしていました。鳥多いね。すげえな。いいね。ここはここでいいよね。はあ、次はあの角っこですね。泊まってみたいね。今日はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこれからも食いしん坊ともちんのチャンネル、どうぞよろしくお願いします。